日本政府の対応です。松野官房長官はこれまでのところ在留邦人の被害情報はないと述べましたハマス等のパレスチナ武装勢力による攻撃について特に罪のない一般市民に対する攻撃や誘拐はどのような理由であれ正当化しえず日本としてこれを強く非難します 松野長官はイスラエル・パレスチナ双方への働きかけを強化し事態の鎮静化に向けて尽力すると強調しましたまた、これまでのところ在留邦人の生命・身体に被害が及んでいるとの情報には接していないと述べましたガザ地区には国連機関の職員など少数の邦人が滞在中で全員と連絡が取れているということです。 政府は官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し対応を強化しています。